こんにちは。海外版の恐竜じゃパワーレンジャーダイノチャージより、今回もダイノチャージャーパワーパック3種類をご紹介します。今回は19、20、そして22番。トペランダ、グルモナイト、フクプトルの3体ですね。番号が飛んでますけど、第1弾、シリーズ1には、アーケノロンと、あと最後の22番、フタバインは入ってなさそうですね。で、これまでいろいろな種類見てきましたけれども、特にこの辺は、全然形が違いますよね。ちなみに日本版の音声は、ではまず一つ目、19番のトペランダを開けていきましょう。まずは19番トペランダのホログラムの充電池です。充電池の英語名はダイノスカッシュチャージャー。恐竜の名前はタペジャラ、もしくはタペヤラです。付属している4番の充電池はザクトルの化石版充電池。恐竜の名前はベロキラプトルですね。またはベロシュラプター。そして付属しているトペランダのフィギュアですが、これまでご紹介した充電流のフィギュアとはもう全く異なるものですね。頭部と本体をまずは合体してみると、こういう感じのちょっとデフォルメチックなトペランダの可愛いフィギュアになりました。充電池を真ん中に合体すると、なるほど。充電池が首のようなデザインになるんですね。そして頭部の下1点と羽の左右の下2点で、まるで飛行機の車輪のように、このようにね、3点で安定して置くことができます。反対側から見ると充電池の、白い部分と一体化して統一感のあるデザインに見えますね。これはなんか前後を別の恐竜と入れ替えたらちょっと面白いかもしれませんね。はい、ガブティラの飛行形態とか、反対にトペランダの二足歩行もちょっと可愛いですね。こういう組み替えが自由にできるのもこの商品のメリットですね。それではモーファーを使って音声を確認します。続いて4番のザクトル。それでは続いて20番のグルモナイトを開封します。はい、中に入っているのは20番グルモナイトの充電池と5番ドリケラの化石版の充電池、そしてグルモナイトのフィギュア、頭部と本体が一つずつ入ってます。まずは20番グルモナイトの充電池、中はホログラムのこのようなデザインで、充電池の英語名はダイノヒプノタイズチャージャー。裏面はおなじみのアンモナイトですね。2つ目は5番ドリケラの化石版の充電池。恐竜の名前はもちろんトリケラトプス。そしてグルモナイトのフィギュアですが、誰が見てもアンモナイトとわかるまん丸とした、面白いデザインですよね。ちゃんと背中はぐる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 っと渦を巻いていますね。そして充電流らしく、これも機械らしいデザインになっていますね。では真ん中に充電池をセットすると、なるほどね、アンモナイトとはちょっと、シルエットが変わっちゃって、何の生物だかちょっとわかりにくくなっちゃいましたかね。ちょっと面白い形になっちゃいました。反対側から見ると、こんな感じです。これもさっきのトペランダと入れ替えてみると、かなりひどいですね。結構面白い形になりましたね。では、モーファーで音声確認です。まずは20番。続いて5番。それでは
では最後22番プクプトルを開けていきたいと思います。はい、中に入っているのは22番と13番の充電池、そしてプクプトルのフィギュアが前後で1個ずつ。まずは22番プクプトルの充電池です。中はホログラム仕様になっていて、充電池の英語名は大のヘリオチャージャー、恐竜の名前はフクイラプトル、2本目は13番ケントロスパイカーの化石版の充電池、英語名は大のスパイクチャージャー、恐竜の名前はケントロサウルス。そしてプクプトルのフィギュアですけれども、これはこれまでご紹介した、恐竜と似たようなデザインになってますね。はい、充電池なしだと、こういうデザインになってます。頭部のデザイン以外は15番のアロメラスと結構似てますね。では間に充電池をセットしてみます。ちょうどいい具合に胴が長くなりました。はい、反対から見ると、同色になってしっくりきますよね。後ろをグルモナイトに変えてみると、おー、殻の中からプクプトルがペコって、可愛く出てるとこがいいですね。それではモーファーで音声確認です。まずは22番、続いて13番、ということでダイノチャージャーパワーパックのシリーズ1第1弾はこれでやっと全部揃ったはずです。第2弾もね、もう海外では販売されてますので、なんかクリアカラーだったりとか充電池がすごいかっこよかったり、なんかもっとカラフルな充電池、日本にはないようなカラーリングの充電池とか、かなり魅力的なセットになっていたので、今後の商品も、買ったらすぐご紹介したいと思います。以上、ダイノチャージャーパワーパック19、20、22番をご紹介いたしました。